5月7日は、グレゴリオ歴で年始から127日目にあたり、年末までは、あと238日ある。U ボートが、客船ルシタニアを撃沈、アメリカの第一次世界大戦参戦の契機となる、モントリオールデイリースター、ジャーマニークイット、1945年5月7日、ウラジーミル・プーチン、ロシア大統領に就任経験論の哲学者、デイビッド・ヒューム誕生。 作曲家、ヨハネス・ブラームス誕生。バイオリンとチェロのための二重競争曲イタンをオーパス。102、第二楽章を聴く。作曲家、ピョートル・チャイコフスキー誕生。画像はバレエ、クルミ割人形より、ドラジェの踊り。ドラジェの踊りを聴く、天皇期関節を唱えた、憲法学者、ミノベ・タツキチ・ユーゴスラビアの政治家、ヨシップ・ブロズッチ等々報特撮の映画監督。 本題史郎。画像は、監督作品、ゴジラ神聖ローマ帝国初代皇帝、オットー一世没ロマン主義の画家、カスパー・ダービト・フリードリヒ。画像は、氷の海社会人類学者、ジェームズ・フレイザー。主張、金視編建築家、伝道者、ウィリアム・メレル・ボーリーズ。画像は、明治学院大学礼拝堂世界エイズ・コジデー。画像は、 手作りの車で遊ぶマラウイのエイズ孤児たち、年齢不明、アリス川アリス、講義中に書いていた小説をきっかけに、日村秀夫と出会い、一緒にカレーを食べる。サッカーアリースシリーズ、ありがとうございます。